皆様こんにちは、辰巳俊です。今日は無料貝の舞姫をしましょう。無料貝の舞姫は一度しか映画化されておりません。それもかなり鳴り物入りの映画化でした。というのは朝日放送のテコ入れの映画化だったんです。テレビ朝日の開局30周年を記念して作られた映画です。日本とドイツの合作なんですね。あの郷ひろみとリザ・ウォルフという女優さんの共演です。リザ・ウォルフさんはあの後全然消息がつかめませんね。映画にも出ていないみたいです。こういうふうにテレビ朝日開局30周年記念という大々的な映画化だったんですね。しかも映画の宣伝としてテレビ朝日は約3時間にわたってこの映画を紹介しました。無料貝が実際にドイツに5年間行って向こうでドイツ人の女性と恋をし、そしてその女性が無料貝を追いかけて日本に帰ってくるという事件がありました。そのことを無料貝の遺族はひた隠しに隠していたんですけれども、実はその女性に対する細かいことが分かったということで、テレビ朝日はわざわざベルリンまで出かけてその女性、モデルになった女性、エリーゼ・ビルゲットという名前のようですけれども、その人のことを詳しく詳しく番組で紹介しておりました。私は現役の教師でしたけれど、とても興味がありましたね。無料貝の専門家ではなかったので知らないことがたくさんありました。とても楽しくこのテレビのドキュメントを見た覚えがあります。それではちょっと作品についてお話していきましょうね。まずこの映画、ほぼ全編を通じてあの郷ひろみがドイツ語で語ってるんですよ。いえいえ、セリフの場面だけじゃないですよ。ずっとナレーションドイツ語で喋ってるんです。ちょっと聞いてみましょうか。Die Tochter und Frau vom Samurais wusste nicht, was Klage ist. すごいでしょ。ずっとドイツ語で喋ってるでしょ。セリフだけじゃなくてナレーションまでドイツ語で喋ってるんですね。母一人で育てられて、田舎の古い家で育てられました。お母さんは天皇陛下が全てだと思ってる人なので、自分の一人息子が東大を優秀な成績で卒業して軍の医者ですね、軍医になって、この度天皇陛下からドイツ留学を命じられたということはとてもとても嬉しくって、宮殿皇居に向かってお辞儀を深くするシーンもありました。そうやって母親の期待を胸に、いえ、日本の上層部からの期待を胸にドイツに行ったんでした。とても真面目に研究に勤しむ太田豊太郎なんです。でも留学生の中には私費で行っている人間がいて、その連中は向こうで遊びほうけているわけですね。その遊びほうけている留学生にあの佐野さんが出てます。太田豊太郎は彼と後は違って至極真面目です。勉強だけしてるんですね。そして1年が過ぎた頃、なんと添島という軍部の官僚がやってきて、留学生を取り締まるとみんなの前で宣言するわけです。留学生が本来の目的を忘れて遊びほけてるっていうことが分かったからでしょうね。早速、ここにいますね。郷ひろみが目をつけられるんですけれども、ちょっとこう反抗したのであまり感じよく思われないんですね。そんなある日、ドイツの少女と出会います。まあ少女といっても、大人になりかかってる少女でしょうけれども、原文はですね、閉ざしたる寺門の扉によりて声を飲みつつ泣く一人の乙女あるを見たりとあります。寺門っていうのはこう教会の前ってことですね。教会の前に行ってしくしく泣いている娘を見て声をかけます。どうしたんです。もちろんドイツ語で声をかけるんですよ。
そうするとこの乙女はですね、実は父に死なれてそのお葬式も出さない、のみならず、自分は踊り子なんだけれども、その踊り子の興行主にですね、自分の女になれと言われてるんだと言って泣いてるんですね。で、同情した豊太郎は家まで行ってお父さんに手を合わしますと言って家まで行くんです。そして、彼女について行きますと、これがなんと閉ざされた空間の集合住宅。これまあヨーロッパ大体そうですけど、道路があって、そして、ここに建物があります。中庭に入りますと、これ中庭入るところですね、中庭入りますと、この周囲がずっと5階建てぐらいの集合住宅ですね、一つ一つ区切られている、いわば、まあ、日本でいうところの長屋 なんですね。まあ、太田豊太郎は、由緒ある家の、田舎ですけれど、由緒ある家の息子、お金持ちだけれども、この、エリスはですね、踊り子をして生計を立てているような貧しい家の娘なんです。で、お父さんのお葬式さえ、出せないということを聞いた豊太郎は、お金を出してあげようとするけど持ち合わせがないので、じゃあこれをって言って代わりに腕時計を預けるんですね。この腕時計を質屋に入れて、そこでお金を工面しなさいと、返してくれるのはいつでもいいからって言って渡すんですね。で、感激したエリスが、その質屋で工面したお金の話をして、自分は、踊り子の集団を変わったと、ね、その自分に寄ってくる興行主のとこから別の踊り子の集団に変わって今度、テアトルに出るんだって話をしに、太田豊太郎の下宿に行きます。でもこの下宿はですね、管理人が女を連れちゃダメですよと前々から厳しく言ってましたので、まず管理人に不愉快に思われるし、そこになんとあの遊びほうけてる留学生がやってきて、ふーん、こんな美人を家にあげてるんだみたいなことを言うんですね。ただエリスはお金を返すための話に来ただけなのです。そしてこのサムガさんが演じている留学生はですね、エリスが出ている舞台に添島連れて行って、そして言いつけるんですね。あんな女といいことやってるみたいなこと言って、そして帰ろうとする2人をじろっとこう見るわけです。なんか嫌な予感ですよね。この添島とこの留学生によって何か起こるんじゃないかと我々見てる者はドキドキします。でも2人は徐々に愛を育んでいって、いい感じに恋愛関係になるんです。そして、まあ、ひょんなことからですね、人を介してですけれども、反政府、まあ、左翼ですね、左翼集団と知り合って出入りするようになります。で、ここで、青年たちは今ビスマルクの独占政府だけれども、我々は自由を勝ち取るために戦うんだみたいな、そういう秘密集団ですね、そこに出入りしてます。でもこれはまた太田豊太郎にとってはよろしくない結果になるんですね。早速この添島に呼ばれて、君はドイツ人のしかも踊り子、ね、身分の低い踊り子と付き合ってるんだって、その上左翼と付き合ってるだろう、このまま、そういう生活態度を続けるんだったら君は強制送還するって言われるんです。日本に強制送還するって言われるんですね。まあ豊太郎にしますと、自分は何も悪いことをしていないと思うんですけれども、強制送還されるんだったらこれはイエスかノーかですね。で、結局は仕事、軍医の立場を捨てて、日本に強制送還をさせられないために軍医の立場を捨てて愛を選択したんですね。君のいるベルリンに残るって言われてエリスは感動するんですね。この二人の愛の気持ちはどんどん高ぶっていきます。エリスはお母さんに交渉して、うちの家に置いてあげて、だって下宿は追い出されるわけですから。そして二人で同棲生活が始まります。まあガラッ生活が変わるんですね。太田豊太郎にとってまさに価値観の変わった日々が開きます。まあ自由、それまで味わったことのない自由に浸り、そして2人の楽しい楽しい愛の日々が続きます。まあしかし経済的な逼迫していくわけですね。
研究生活をと言いますと、大学の先生は席だけあっても置いていいからって言ってくれたので、いつでも行けるんですけれども、学問はいつか荒れ果てていったというふうに説明がありますが、実際原文は我が学問はすさみという森鴎外の短い言葉で表しています。まあ、私たち大学院にいた時ですね、ちょっとこう勉強がうまくいかなくなると、我が学問はすさみぬと言ってみんなで冗談言いながら、このフレーズをよく使ってました。懐かしいフレーズですね、我が学問はすさみぬ。確かに愛と自由は得ましたね。楽しい楽しいエリストとの生活、そして友人との生活、しかしながら金銭的には逼迫していきます。地位もあります、何にもあります、名前も何にもない、この広い広いドイツの中で、ヨーロッパの中で無名の一員にしか過ぎなくなってしまったわけです。そんな時にエリスが妊娠します。ドイツに渡ってから数年経ってるんですけれども、そのエリスが妊娠して、これは太田トロイ太郎にとって、このままヨーロッパにこのまま名のない一人の日本人として子供が生まれ親になるっていうことなんですね。これはかなり大きな大きな要素です。そんな時、たまたまですけれども親友の相沢から手紙が来ます。私は今尼形伯爵、日本の有数の権力者です、尼形伯爵と一緒にベルリンに着いた、よかったら話に来ないかっていう誘いですね。お目隠しして出かける太田豊太郎に対してエリスは言います。大臣と一緒にこのまま日本に帰らないでよって言いますと、どうしてね、子供もできて君を捨てていくはずがないじゃないかと言うんですね。そして大臣の命ずるままに外遊についていきます。通訳として有能な彼をですね、外遊についていきました。そこには日本の将来を担う非常に重要な仕事が大臣の周りにはブンブンと漂っているわけですね。ベルリンに帰ってきて、早速大臣から提案されます。私と一緒に日本に帰って私の右腕として働いてほしいって言います。ちらっと友達、ね、の顔を見ます。相沢の顔を見ます。相沢に何か問題あるかって言われて、何もありませんって言われて、で、返事を求められた、太田豊太郎ははいって言ってしまうんです。しかし日本に一緒に帰るって返事した後悩みます。このまま帰ったらエリスに何て言おう、ね、ちょっと、エリスと離れて、外遊して長いこと家が来た時にもエリスは寂しい寂しいと言ってたのに、日本に帰る、しかもエリスを連れて帰るわけない、どうしようどうしようと悩みます。雨の中をとぼ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 と馬車に戻らず帰るんですね。まあ、実際原作の中に雪なんですけども、そしてそこで、倒れて、這いずるようにエリスのアパートまで行きまして倒れてしまって、人事不正に落ちるんですね。急性の肺炎になってしまったんです。寝ずに、看病するエリスです。そんな、豊太郎を案じて相沢がやってきます。豊太郎が寝てるのをいいことに、相沢は何にも知らないエリスに話をします。昏睡中にエリスに言うんですね。彼は我々と一緒に日本に帰ります。帰国して政府の要職に就くんです。この後が面白いですよ。あなたはね、出世の邪魔をしたくないはずでしょ。これが日本の明治の男の常識的な考え方です。女は男が出世するのが一番だから、男のためにあなたは身を引きなさいっていう、そういう考え方ですね。一番は天下国家、そして親であり、そして仕事命令なんですね。しかしヨーロッパは違います。エリスは言うんですね。はあ、私は騙されたのねって言います。全くこのヨーロッパの価値観と日本のイメージの価値観は違ったわけですね。まあ現在21世紀で
ジェネレーションギャップと言いますかね、我々団塊の世代はどちらかというと仕事が一番で2番が家庭でした。でも子供の世代と話してますと、仕事と家庭は同等、下手したら家庭の方が上かもしれない、そういう明治の日本とこれから民主主義の世の中が発展していこうとするヨーロッパとの差、その差と今そのなんていうのか、その世代差が日本にやっと来てるんだろうな。この映画の時代は1888年、でも日本はまだまだ封建的でした。こちらが我々世代の、団塊の世代の考え方で、こちらが今の、若い世代の考え方だと思います。いや、家庭よりも仕事が大事っていう考え方と、女は手を引けっていう考え方と、いや愛が一番だという今の若い世代のこのギャップがね、1888年のギャップが今来てるような気がするんですね。私は相沢はエリスにお金を渡します、手切れ金のつもりですね。でもエリスはそれを捨てて走って外に出るんですよ。で階段を上がっていこうとした時に踏み外して落ちてしまいます。お腹の子供はそれで流産するんですね。原作はちょっと違います。相沢の提案を拒否して、そして、豊太郎がね、自分を裏切ったんだということを知ったエリスは呆然自失になって発狂してしまうんですね。目が覚めると、エリスはすで、にうつろな目をして、狂った人になっている。これが原作ですけれども、映画はそこを、飛び出したせいで、落ちて流産したって話になってるんですね。エリスが入院したことをいいことに、相沢はエリスに断られたお金4000マルクをお母さんに渡します。エリスも入院しましたからね。母親はドイツ人のプライドがある、誇りがあると言って断るんですけれども、無理やり押し付けられて中を見てですね、こんなことを言うんですね。誇りが負けても仕方がないわ。4000マルクってどれだけの値打ちがあるんでしょう。調べてみました。当時の1マルクは1円なんですね。明治時代の1円は今の2万円の価値があるんです。つまり4000マルクとは現代の2000万円なんです。ちょっとしたお金でしょ。実はこの映画の最初の方にこんな部分があるんですよ。ドイツに行く前にですね、相沢が太田豊太郎に言います。ドイツでの俸給はいくらだ、年俸ですよ。そしたら年間1000円だって言うんですね。1000円というと今の2000万円、年俸2000万円ですよ。そしたら、はあ、2000マルクだなと相沢が答えました。ということはその2倍ですから、ドイツでは大変な金だって言うんだけど、2000マルクの2倍が4000マルクですから、豊太郎の2年間の年収を渡したことになります。豊太郎のお金じゃないですよ。相沢が尼形伯に言って出させた、借りたお金ですね。尼形に無理を言って、もらってきたお金です。それをお母さんに渡したわけ。お母さんも、今の4000万だったらちょっとこれは誇りもなくなるわねっていうセリフがそこで生きてきます。出立の日、そのお母さんに、お金を渡したあくびが出立だったんですね。太田豊太郎は目が覚めましたけれども、そば、にはエリスはいません。エリスは流産して入院していることを知った太田豊太郎は会いに行きたいっていうのを相沢に止められるんですね。そして明日の朝迎えに来るって言いました。その出立の朝になりました。まだ病気から完全には立ち直っていない太田豊太郎を抱えるように連れてきます。長屋の住人から罵られるんですね。女の子はエリスの愛を踏み倒してっていう、おじいさんはですね、外国人との恋になってうまくいくはずがないって言うんですね。まあ明治時代ですから、この国際結婚なんてない時代です。まあそうやっていろんな逆境の中に潰されて太田豊太郎は出てきます。そして出て行って、もう馬車が遠くに行った頃、エリスが戻ってくるんですよ、長屋に。
エリスって声をかけられて、豊太郎はもう行ったのよって言われたエリスは追っかけていきます。石畳をね、コートを脱ぎ捨ててバーッと走っていって、豊太郎って叫ぶんですね。でもその声は到底届かないところに豊太郎は行ってしまっています。 石畳に座り込むエリス。その頃豊太郎は、馬車に乗って、どん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 連れて行かれる、ね、港まで連れて行かれる。ボーダーのように涙を流します、ね、まさかそんな風にエリスが自分の後を追っかけてきているんだっていうことを知らずに、泣きます。やがて船に乗って、悶々として、月日が、まあこの頃のなんていうのかな、 船旅っていうのは、1ヶ月ぐらいかかっているはずですね。でその1ヶ月くらい経った時に富士山が見えたって言ってみんな甲板に出るんですよ。日本人が富士山を見て帰ってきたんだっていう気持ち、その気持ちにみんなが酔いしれている。太田豊太郎も、富士山を前にして、日本に戻ってきた、自由で愛に満ちたヨーロッパから国家が一番の、ね、日本に戻ってきたという感覚を持ちます。だけれどこのシーンで終わらないんですね。なんとその後カメラを反対向きまして、豊太郎の後ろからどす黒いバイヤーが上がります。日本に帰ってきた豊太郎の背景にどす黒いバイヤーが上がる。これがラストシーンなんですね。意味深でしょ。どす黒い世界の中で太田豊太郎は生きていかざるを得ないんでしょうか。原作と映画との違いをちょっとご指摘しましょう。まず太田豊太郎は医学部出身で軍医で広報の下で、研修を受けるということですが、実際原作の方はですね、太田豊太郎は法学部なんですね。ただこの原作の軍医で広報の下で研修を受けるというのは森鴎外自身を反映しています。また反政府左翼の連中との付き合いっていうのはこれは原作にはありません。新聞記事を書くというそういうアルバイトを斡旋してくれたのは左翼の連中だということになってますが、原作では相沢が日本の新聞社に駆け寄って、ヨーロッパ情報をもらうそういう仕事を、獲得したことになっています。そして太田豊太郎からが軍医を捨てて、女のもとに行ったということを聞いたお母さんがです、自決しようとするんですね。相沢が行って止めたのでその自決は成立しませんでした。こんなセンセーショナルな場面が映画にはありますけど、実際には太田豊太郎はお母さんの亡くなったことを手紙で知るんですね。病死だと思われます。まあ舞姫のストーリーはですね、実際に森鴎外がドイツに行って5年間いたんですよ。そしてベルリンの女性と、それも踊り子ではありません、チュール家庭の女性でフランス語もしゃべりピアノも弾けたというそういう教養ある女性だったんですね。鴎外と人格的な恋をしているわけです。でもそれも明治の留学生にご法度なんですね。石黒忠則という鴎外の上司がやってきて、そんなね現地で仲良くなった女なんか金やって別れるのが常識だって言って怒られます。そして石黒忠則に連れられて日本に帰るんですけれども、その日本で、どうしようと思うんですね。舞姫の冒頭部分は石炭おばはや積み果てつ、最後の港で石炭を積む、そのしばらく滞留している時に船のみんな外に出ている自分だけが、航海に苛まれて、エリスとの話を語るっていうのが実際の原作です。だから、まあ、この辺りからですね、こういう人が絶対いたはずだって我々は読者で思ってるんですけれども、森鴎外の親戚連中がひた隠しに隠したんですね。のみならず妹は、まあ、単なる踊り子ですからみたいなことを言うんです。というのは
そのエリーテ・ビュルゲルトが鴎外を追っかけて横浜に来たというそういう話があって、それもドイツの中流階級の女性だってことになってたんだけど、鴎外の遺族は所詮踊り子ですからっていうふうな発言をしてるんですね。いろいろ食い違うことがあって、この辺すごく謎なんですね。つまり鴎外の体験に基づいた話だということですごく盛り上がるんですが、いやいやそうじゃないんだよとね、種本があるんだよっていうのを1981年にこの新聞記事になりました。でそれはもう舞姫の話は全部ここから来てるみたいな感じなんで、種本がありなのか体験に基づいた話なのか両方、どっちとも言えませんけれども、私は、一番の、鴎外の実話に基づいた話だと思っています。まあ実際にはね、森鴎外の学会では未だにまだまだこれを議論してるんですね。私は鴎外の研究者ではありませんので、一近代文学の研究者として興味津々でこの問題を考えております。それでは映画になった文学作品、今日は森鴎外の舞姫の映画化の話をしました。次回は三島由紀夫の午後の栄光の話をいたします。この原作はイギリスで映画化されたんですね。どうぞお楽しみに。